やっちゃいますよ。キタコレマッチング挑戦するのはこのメンバー。イエーイ。はい、モーニング娘。の弟、10期メンバーのクドゥこと工藤遥です。よろしくお願いします。はい、はい、モーニング娘。10期メンバーの大石こと石田由美です。よろしくお願いします。はい、モーニング娘。10期メンバーの春南こと飯久保春奈です。よろしくお願いします。はい、モーニング娘。10期メンバーのまさきこと佐藤まさきです。よろしくお願いします。じゃあね、早速この4人のね、チーム名を決めてもらおうかなって思うんですけども。はい、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 あの、さっき相談したんである程度決まってるんですけど。あ、決まってますか。じゃあ、はい、ポーズ付きで。ポーズ付きで。ポーズ付き、あ、ポーズ付きじゃない、めちゃ無理でしたね。じゃあみんなで発表してもらっていいですか。せーの、メシダまさか。お、それはなぜそのような。飯久保のイを最初に取ってメシ、そして石田の2番目の文字のダを取ってメシダ。メシダで、佐藤まさきのマサを取って、はい、だけど私は名前が一文字なんですよ、はい、だけどこれを無理やりカって読ませてメシダまさかです。はい、じゃあね、今チーム名決まったんで、はい、NO だって。問題に入る前に決めておきたいことがあります。はい、全員の答えがマッチングした時の来たこれという掛け声と一緒にやるポーズを決めてもらいたいんですけども、はい、どうしましょう。どうしましょう、ね、え、さっきなんか台詞やってなかったっけ。来たこれって。来たこれ。ほらもう笑ってごめん、フォローできない。いいじゃないですか。まさかのみたいな、ほら飯田まさかやろ。はい、いいやん、まさかの感じで。まさかの来たこれ。まさかの来たこれ。せーの、来たこれ。まあ、はい、それで準備は OK ですね。はい、OK です。早速始めるぞ。あーん。第1問、東京の新名所といえば何。はい、いや、はい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 、すごい有名なところってこと。あ、大阪で言えば大阪城みたいな。違うね。ごめんなさい。あ、そういうことか。それでは一斉にめくってください。せーの、あーん。待って、何、京都タワー。おっと、嘘、わざと。わざと。みんな東京スカイツリーなんですが、佐藤さんは京都タワー。京都タワーでさっきね、はい、覗いた時ね、スカイシリーって書いてあったの。スカイシリー惜しいやん。でもそっちなんで書き直した。あっとったやん。どうしました。もしかしたら東京タワーかなって思う。お前二等しね方、しょうがない、しょうがない。次行きましょう。はい、じゃじゃん。夏の食べ物といえば何。いや、これは、わかりますよ。これでもさ、いっぱいあるよね、夏とか。10期メンバーだよ。10期メンバー。何それ。10期メンバーだよ。合言葉かな。待てよ、待て、春のためわからないぞ。いや、待って待って、石田がめっちゃ言ってる人がいます。あ、はい、はい、10期メンバー。わかる。これ多分ね、石田さん分かってなさそうな気がするんですけど。いや、石田さん今電波を、電波じゃないか、テレパシー。テレパシーを。あの、まさに石田さん。あ、そった。はい、それでは一斉にオープン。せーの、じゃじゃん。お、お、グッドマッチング。イエーイ。せーの、食べ。イエーイ。よかった、すごい。2問目で通じたね。通じました。やっぱいいですね。さすがですね。よかった。では第3問目いきます。はい、遊園地のアトラクションといえば何。ね、どれだろう。あ、定番。分かれるね。定番。定番どれ。なんか3個くらいない、定番とか。はい、あ、ね、え、どれどれ、あの歩く系とか。どれとか全然やってないですよ。どれ、なんだろう。定番、自分が思うやつ。自分が好きな乗り物とか。好きなやつ。好きなやつ。じゃあちょっと、どうしよう。せーの、じゃんじゃじゃん。ジェットコースター、ジェットコースター、ジェットコースター。グッドマッチ。おー、せーの、来たこれ。いいんじゃないですか。その調子で次も行きますよ。はい、第4問目。じゃじゃん。メイク道具といえば何。道具自体ですか。道具だけ、マスカラとか。やっぱりリップとか。一番大切なものですよね。もちろん一番大切。どれかな。あ、ヒント1番すね、ごめんなさい。普通にどれでしょう。どうしよう、どれだろう。名前が知らない。せーの、
ンレーション、ファンデーション、チーク、マスカラってことで残念。あれだったけどね。はい、いやなんかやっぱり一番大事じゃないですか、肌が一番最初に塗るし。あ、確かにね。はい、はい、春菜いつも目に執着してます。執着、執着、まあ、だけどマスカラなんでしょうね。はい、目にね、力入れてね、はい、こう目力をね。まーちゃんはそれが分かったのにマスカラって書かなかったんだね。おお、次いきますよ、第5問目。でで、図形の丸、三角、四角でマッチせよ。マッチ、だけど丸、三角、四角、好きなやつ書いてってことかな。あ、分かった、歯があれを、あれを信じる。これは、これ、あれでしょ。なんかやっぱ一番なんか、なんていうの、一番きそうなね。あ、怖い怖い怖い。重要、こういうのはちょっと難しそう。そうよね。せーの、じゃじゃん、丸、丸、丸、ま、グッドマンティーグ。せーの、キタコレ。見てください、投げ銭1って書いてるんです。 1? なんで10機能。そういうことか。そう考えれば絶対みんな丸かくなって思ったんで。気づかなかった。やば、その絆。でも気づいてないけどね、この二人は。じゃあ次行きまーす。じゃあ第6問目。じゃんけんのグーチョキパーでマッチせよ。これはですね、あのレイナがじゃんけんポンというので、それに合わせてみんなで手を出してもらうね。タイムタイム、勝負じゃないですよ。同じのを出すんですからね、皆さん。はい、はい、オッケーです。アイコンにしてくださいよ。はい、それで行きます。最初はグーじゃんけんポン。え、これ中田さん、田中さん、でも、まーちゃんグーだよね。アイコじゃないですか。えぇ、あの、すいません、あの、すいません、ダメなんですよ。みんな同じじゃないとダメなんですよね。すいません、ごめんなさいね。残念でしたということで、続いての問題に行きます。第7問。自分たちのコンサートで盛り上がる曲といえば、もちろんわかるよね、みんな。はい、盛り上がる曲。はい、盛り上がる、え、盛り上がらなきゃダメですね。え、盛り上がらなきゃダメです。え、そう、あ、曲タイトルとか漢字とか英語とか間違えんようにね。はい、さあさあ、うぃ、じゃあそれでは一斉にオープン。じゃーん。あ、おい、KY。 あ、お、これ石田さんで元気ピカピカにした。いや、春ツアーで、うん、9期と10期メンバーで、うん、あのこの曲を歌ったんですけど、ほら、みんなの目を見て、みんなの私、本当はうちの先輩がやっぱり伝わるかなって思ったんですけど、伝わったんですよ。盛り上がる曲っていうから、私はそのテレパシーの好きな先輩からの流れで元気ピカピカに移っちゃったんですよね。いや、何の流れか分かんないですけど、分かんなかった。まあ、これダメですね、ちょっとテレパシーが途切れちゃいました、途中で。残念。ということで次いきますよ。はい、じゃあ、はい、第8問。私、田中玲奈のいいところといえば、そんなの決まってるじゃないですか。ありすぎて分かんないですよ。ほんとこうやってまた嘘ばっかりとか言っても、ね、お上手ですね、ほんと先輩立てるのがね。違いますよ、口だけ女って呼ぶぞ。あ、ひどい。心から思ってんのに。なんだろう。ちょっと楽しみかも。みんなちゃんと書いてよ。ちゃんとほら、ちゃんと書いてよ。はい、見たい。ちゃんと書いて、ほら、ちゃんと見て。え、1個だけですか。私を見て。1個だけですか。見てますよ。見てます。え、1個、うん、いいよ、何個でも書いて。じゃあ、本当ですか。いや、ダメ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 。勝負にならんけん。一緒にならない関係ね、ちゃんと。みんなの答えが。それでは、みんな行きますよ。一斉にオープン。じゃん、じゃん。わ、歌声がお美しい。歌が上手。いや、ありがとう。あ、全部に決まったの大好き、大好き、大好き、優しい。いやー、もうこれ OK にしてあげたいけどダメよね、やっぱり。OK って言いたいんですが、ダメだねー。でもありがとう、これ本当にレイナの心の中にとっとくよ。ありがとうね、レイナから1ポイント差し上げます。ありがとうございます。第9問、じゃじゃん。10期メンバーが加入してからの初のシングル、ぴょこぴょこウルトラのポーズといえばどんなポーズっていうことでね、ここにやってもらおうと思うんですけども、はい、じゃあ考えて、はい、はい、3、2、1、はい、OK ね。あ、はい。はい、びっくりしてる。やってもらうよ。はい、せーの。じゃあちょっと、結構散らかる。ちょっと待って。工藤さん、はい、工藤さんはあのどの辺のポーズでしょうか。結構イエーイとかって、あー、ね、やりますね。
はい、そこがあの私の中で一番印象深いところです。なるほど、はい、なるほど、石田さん。はい、私もウルトラなので悔しい。はい、イエーイが楽しいので。そうですね。はい、イエーイいっぱい出てきますね。はい、じゃあ、やっぱりいっぱい出てくる、はい、イエーイが。やっぱイエーイですよね。はい、ね、はい、何ですか最初、10期メンバーが春ツアーで登場してきたポーズ。ポーズ、あ、それはじゃあシングルっていうよりもツアーでっていうポーズですね。なんで別府さっきから思うんですけど、ごめんごめんごめん、軽いな。さっきから思うんですけど、10期何気にデビューシングルの問題弱いなって思うんです。確かに確かに、いや、いろんな思いがあるってことですよ。まあいいフォローじゃないですかね。じゃあ次行きましょう。はい、それでは皆さん最終問題です。気合い入れて頑張ってください。はい、頑張ります。それでは第10問、あなたにとって大切なものといえば何ですか。はい、でもこれ難しいよね、ジャンルが。そうですね。ね、いやでもこれ最後バッチリ当てたいね、4人でパンと。え、なんかちょっと鳥肌立ったレイナ。いや、この子たちはね、芸能界やっていけると思います、これからも。もうなんか、頑張って、ジュッキー。はい、頑張って思った、今。すごい嬉しいな、なんか。OK です。 OK かな。はい、佐藤まさきちゃんは大丈夫ですか。どうぞどうぞ。めっちゃ上からですね。どうぞいいですか。はい、最後ですよ。はい、それでは一斉にオープン。じゃーん、モーニング娘。モーニング娘のメンバーとファンの皆さん、結構多い、ちょっとね。モーニング娘、モーニング娘ということで、これはいいんじゃないですか。グッドマッチ、イエーイ、せーの、キタコレ。やったー。ちょっとすごくない？ちょっとみんなパーンってモーニング娘って浮かんだわけやろ、ちゃんと。はい、いや、素晴らしいね。はい、私10期か、モーニング娘。最初に10期って浮かんだよね。うん、そうだ。やっぱりモーニング娘。ね、全体だよね。はい、いや、もう本当にあなたたちね、素晴らしい、拍手。はい、ということで全て終わりましたが、10期メンバーのみんなは4マッチングということですね。でもこれいい方じゃないですか。そうですね、レナ思うけど、でもまあ一番ちょっと佐藤さんがね、やっぱ一番見出しましたよね。何べんのに京都タワーはね、最高でしたけどね。でもこれからもじゃあ10期メンバー本当に頑張ってください。はい、それでは司会の田中玲奈と飯田まさかでした。バイバーイ。きたこれ、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 きたこれ。